皆さんこんにちはジャーナリストの篠原定一郎ですいつもお世話になっております、えー、今日はお知らせです、えー、10, 10月10日あ日曜日ですね明日なんですがあもう緊急事態宣言が上げたもんですから久しぶりにですね、えー、この今回 拉致被害者を救う署名活動をですね参加することになりました明日はですね埼玉救う会の主催で午後2時から4時の間ですね JR 浦和駅西口にあります伊勢丹前で行います 日本ウイグル協会のハリマトローズさんも駆けつけていただいてですね本当にありがたいですよね日本の拉致被害者救出のために協力したいということで私と一緒に街頭でお訴えをさせていただきます。ぜひですね え皆さんお立ち寄りになれる方はですね立ち寄っていただいて署名をしていただいたりあるいはカンをお願いしたいと思いますそしてですねカンパをですねその場で3000以上していただいた方はですね、えー、このですね私の新しい著書であるですね新共産主義革命工作ですねあるいはあチュチェス想入門どっちもですねちょっと拉致問題にか関係ある本なんですけどもこのいずれかをですね えー、まあサインして差し上げます。えー、ぜひですね、えー、カンパの方もいっぱいいただけたらなと思います。これは全部ですね、えー、スクール会の方に送りますし、それからですね、えー、ライブ配信ですね、街頭宣伝について、えー、ライブ配信を行います。えー、これはですね、えー、まあ,あ私たちの訴えを聞いていただく。 いただきたいこともあるんですが、それ以上にです、ね、スパチャ投げていただいて、いろんな方ね、もうどんな額でも構いません、スパチャ投げていただいて、えー、こちらでいただいたです、ね、スパチャでいただいたあものはです、ね、看破として、えー、今、問題になってますね、特定失踪者問題調査会、これはです、ねえー、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者、まあ、ほぼほぼですね、えー、拉致被害者だと思います。 えー、この人たちのことをです、ね、十分今調査もされてませんし、えー、これをです、ねまあ、いわゆる拉致被害者返還の訴状に乗っけていくということがなかなかです、ね、されないむしろです、ねえー、ある国会議員なんかが妨害しているわけですよね。まあ、こういうのを跳ねのけてです、ねえー、拉致被害の実態を解明していく、まあ、こういうことをやっているのはですね 特定失踪者問題調査会なんですがここはですねさらに北朝鮮向け短波ラジオ放送「潮風」を行ってましてこれはもう自主財源ですね国の援助もありますが自主財源で行ってまして拉致被害者の皆さん宛てにです、ね、4カ国語英語中国語朝鮮語そして日本語で放送を毎日行っておりますすこれの運営資金もですね大変必要になっております。 えーまあ、この特定失踪者問題,問題調査会に、カンパをするためにです、ね、ライブ配信の方にぜひです、ね、多くの方が街頭宣伝、ちょっとの間でも聞き止めていただいて、見ていただいてです、ね、スパチャを投げていただければと思います。まあ、そういうことで,です、ね、久しぶりの本格的な拉致被害者救出署名活動ですが、皆さんのご支援で成功させたいと思いますので、えー、お越しになる方は、明日10月10日日日曜日、午後2時から4時、 JR 浦和駅西口伊勢丹前そしてですねライブ配信も篠原丈一郎チャンネルで行いますこれ見ていただいてご都合のいい時間にスパチャンなどを投げていただければありがたいですお願いばかりで恐縮ですが是非ですね皆さんのお力添えをお願いしたいと思いますどうもありがとうございました